皆さんこんにちは。今週も始まりました、あけみの What's Up Radio。 イエーイ、はい、というわけで今週も始まりました。この番組は毎週土曜日お昼の12時から1時間生放送でお届けするダンスの番組です。私 What's Up あけみが MC をしていて、で毎週このダンススクールの子どもたちをあのラジオ局にゲストで呼ん で一緒にラジオ放送していく感じなんですけど、今週はこの前ミュージックタウンの1階広場の方で MT バトル 3on3 が開催されたということで、その結果報告と、あと今日もキッズゲストたちせっかく来てくれているので、そのキッズゲストたちにいろいろお話を聞きながら進めていきたいと思っています。と、今日スタジオに来てくれたキッズゲストは 3on3 バトルでビートバスターズっていうチームで活動をしている3人に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ後からちょっとビートバスターズのメンバーたちにはちょっといろいろ聞いていきたいんだけど、メンバーのみんなは小学2年生から3年生までのちびっこさんたちということで、ね、見た目的にはすごくちっちゃくて可愛いんですけど、こんな体からは想像もできないぐらいのすごいダンスを繰り出すメンバーたちということで、まあ皆さん後からちょっと楽しみにしててください。じゃあそれでは今日の1曲目早速かけていきたいと思いますので、聴いてください。この曲です、どうぞ。この曲とコマーシャルが終わったら自己紹介してもらって、この前の MT バトル 3on3 の結果を中心に話し聞いていこうね。あ、行きよった？
メイの肌きれい。このカメラで見たらツルツルに見える。きれいだね。かゆい。今日かゆさされまくり。こっちは治った、うん、首も首も赤くなってる。うん、今さっきさ、先生、彼のコンビニとかさ、ここでさ、袋に入れて、いいんじゃん。そこもベッドから。先生のチーム、おいしい。先生、おいしい。おいしいやつ。持っていったよ。さっきプロになった。もらった、うん、よかったね。降りてあったから、もらっていないんだ。なんかこれさ、見えるよ、ほら。ほら、見える、ほら。ほら、あ、これで見えるの。見える。見える。なぜかしら、見える。見える、見える。マイクに近づいて大きめな声で喋ってね。はい。そろそろ30秒前です。お届けしている番組はあけみのワッツアップレディオです。ここから先は今日のキッズゲストビートバスターズのメンバーたちと一緒にお話を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあビートバスターズのメンバーたちの自己紹介をお願いしたいと思います。最近写メを撮るのがハマっている小学3年生のメイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ダンスが大好きな小学3年生のあずさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バトルが大好きな小学2年生のねねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、この3人は、まあ、普段はメイはヒーハー、そしてアーズとねねちゃんはフォルムとして別々のチームで活動をしているんですけど、バトル用の3人組ということで、新しくチーム名をビートバスターズっていう風に名付けて活動を始まったばっかりの3人なんですけど、ちょっと今日はこの子たちと一緒にお届けしたいと思います。まず最初にメイが最近ハマってるのは写真を撮ること、自分の写真を撮ることか、自撮りにハマっているということなんですけど、あの昨日もね、自撮りのやり方ちょっと教えてもらったんだけど、あのブサイクな顔から美人な顔になるやつね、うん、あの自分自撮りの方に設定しといて二重顎作るんだよね。わかる。こんなってやったらなんか可愛いんだ、下からこんなって上に上げたら、下の時は超ブスだけど上になったら超可愛くなる。わかる。これこのよく韓国人とかがねやって載せたりしてるけど、超二重顎作ってこの下のアングルからカメラを撮り始めて、で上目遣いになるようにカメラを上げていくと超可愛くなるっていうね、あれにちょっとハマってるっていうメイカさんなんですけど、今日来てくれてるスタジオのゲストメンバーは小学2年生と小学3年生ということで、まだまだちっこい子たちだね。何歳かな。8歳です。8歳。何歳？8歳です。8歳か。7歳です。7歳と8歳のメンバーたち大丈夫ねって感じなんですけど、ちょっとこの子たちすっごいダンス歴も長くて、人生の半分はもうダンスやってるんじゃない？そうだよね。メイは3歳からダンススタートして、アズは何歳から？5歳。5歳から。ねねちゃんは4歳から。4歳からか、すごいな。3歳、4歳、5歳でそれぞれダンスを始めて、で今8歳、7歳になってるわけですけど、ビートバスターズね、はい、この3人で活躍しています。じゃあそれではこのメンバーたちと一緒にお届けしていきますけど、まず最初の話題は先週開催された MT バトル 3on3 の結果報告からお伝えしていきたいと思います。先週の日曜日、ミュージックタウンの1階広場の方で MT バトルっていうダンスのコンテスト、バトルイベントが開催されました。この MT バトルは今年で開催が7年目に入る、結構長く続いているダンスの大会です。で、いつもソロバトルと 3on3 バトルと交互に開催されるんですけど、偶数の月4月、6月、8月、10月がソロ、そして奇数の月5月、7月、9月、11月が 3on3 という風に交互に開催されてるんですね。そして先週5月31日は奇数月だったということで 3on3 が開催されました。その結果報告をしていきたいと思います。 MT バトル 3on3 5月大会、まず15歳以下の部門第3位はドラマチカ、そして準優勝が今日ゲストで来てくれているこのメンバーたち、ビートバスターズ、イエーイ。そして優勝がイチャリバチョーデーっていうチームが優勝しました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ねえ、初めてのこの3人でチーム組んで出たわけだけど、準優勝まで行くことができましたね、はい、もうとっても大活躍で見ててすごいドキドキしてました。15歳以下の部門ということで、まあ、一番ね年上の子は中3までのメンバーたちが出れる中、この7歳8歳が準優勝まで行ったということで、素晴らしい結果だと思います。当日は出てみてどうでしたか？優勝はできなかったけど、このメンバーで初めて踊ってこの、準優勝ができたので、とても嬉しかったです。このチームで 3on3 やったのが初めてで、このチームで2位が取れたのは初めてなので嬉しいです。
ドラマチカに勝てると思わなかったけど勝ててとっても嬉しいです。はい、もう本当に3人のバトルすごくかっこよかったです。あの予選の時からとってもかっこよかったけど、そうだね、とってもかっこよかったしかもう出てこないな。なんか本当に見た目とってもちっちゃい子たちで、あの小学1年生ぐらいに見えるんだよね見た目はでそんなちびっ子3人があの予選であんなにぶちかますとは思ってなくて、あのまず3人で最初踊り始めるじゃんね。3人で踊り始めるのからちょっとびっくりする。こんなに揃えてきて、おーってちょっと興味持って、そこから一人一人ソロに入るわけだけど、とってももう本当にぶちかましがよく似合う踊りをしてました。まあ、大体いつもねねちゃんがトップバッターで出てて、でねねちゃんの踊り方の特徴としてはすごくノリノリスタイル、とってもグルーヴを出して気持ちで踊るっていうのがねねちゃんのスタイルで、で2番目ぐらいにいつもアズとかが出てきて、でアズはなんかとっても音楽に合わせるスタイルで、とってもいろんなリズムを聞き分ける力がすごくて、音楽をとってもつかみながら、しかもステップが得意なメンバーだから、いろんなステップを音楽に乗せて繰り出してって感じだね。そしてとどめの一発で秘密兵器メイが出てきてね、えもうメイはすごく今年とっても調子がいいからね、とっても、でこの3人のバランスがすごく良くて準優勝までいけたって感じだけど、本当にすごくかっこよかったです。こんなに褒められて嬉しいでしょう。もう本当にかっこよかったですね。さっき軽く感想を言ってもらったけど、そうだな、ベスト4の時にもう最強なライバルというか最強な相手がね、うん、今回の第3位だったドラマチカっていうチームはもう沖縄のキッズダンス界ではもう超ベテランで、であのみんながこの人たちと当たりたくないと思ってるもんね。ねえ、誰も倒せないんじゃないかと思ってたけど、ビートバスターズが倒しちゃったね。超すごいんですけど。びっくりしたもん。2対1だったけど、勝ててよかったですね。じゃあその最強なチームと当たることになったけど、その時の気持ちというか、どんな感じだったか教えてください。なんかあの、体が大きいから、なんか負けるかなって超不安だったけど、あの自分たちがあの人たちみたいに超大きく踊ったので勝てたから良かったです。あのでっかい人たちと当たって自分たちのベストを出して踊ったから良かったです。みんな、全員が、カチカチとかアップダウンとかを使ってたので、あの勝てたので良かったです。本当にすごかった。とってもすごかった。もうそれしか出てこないよ。もう本当に3人がさ、強敵な相手が現れても絶対に諦めない姿勢で戦ったのがすごく偉かったなって思いました。中にはやっぱり強すぎるから最初から踊る前から諦めて踊っちゃったりもするじゃん、うん、だけど3人の場合はよっしゃやっつけるぜっていう感じで挑んでたのがとっても良かったなって思いました。踊ってる最中はどんな気持ちでやってるんですか？もう超ベストな踊りを出したら当たり前勝てるから、そんな感じでやっています。当たり前に勝てるってやばいね。じゃあもうベストを出せば当たり前に勝てるって思ってたんだね。超ナイスですそれ。はい、ドキドキしながら全力で勝つぞっていう気持ちで踊ってた。すげー。一応ドキドキするんだね。でも全力で勝つぞって思ってやってるんだ。もうアズなんかさ、普段ものすごくポカーンとしてる感じだ。ポケーっとしてる感じなんだけど、あのバトルになったらすごい目つきも鋭くなって、なんかすごいすばしっこくなるし、はいはいはい、カモンみたいな。なんか相手が目合ってなかったらちゃんと目合わせろよってサインして、目合わせたら合わせたで首を切る動きするから、目合わせてって言われたら合わせて、そしたら首切るんかいみたいな。それ見ててすごく面白かったです。とっても良かったよ。
はい、ねねちゃん踊ってる時はどういう気持ちでやってるの？もう勝つぞって言って、あの1位は取れなかったけど、あの2位が取れてとっても嬉しかったね。え、すごく良かったです。決勝戦もとってもいい試合だったね。2対1だった？うん、決勝戦もじゃあ惜しかったんだね。うん、決勝戦の相手はイチャリバチョーデーって言って、でこのチームもよく当たるね。うん、子どもの国にも出ていたんじゃん。うんうん、その時には勝ったね。うん、子どもの国にも出ていて、で向こうのチームもやっぱり体の大きな中学生のメンバーたちで組んでいるから、すごいね、1位も3位も中学生チームの中で7歳8歳が2位になったということで、すごく頑張ったと思います。1位のチームの特徴としてはやっぱり最後までテンションが下がらなかったっていう風に審査員の人が言ってたから、そうだね、とっても楽しそうに踊っていたし、ニコニコで、でこの楽しさがその見てる側にも伝わってくるような踊りだったから、すごくナイスって感じだったね。あともうちょっとだったけどね、あと1票入ればって感じだったけど、すごくいいバトルしてたと思うんで、この結果はもう最高に20丸だと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では結果報告続けていきたいと思います。もう一つ部門があったんですけど、あともう一つは20歳までの20歳以下の部門がありました。その結果は第3位がチョンダラービート、そして準優勝がスタイルフリーブロー、優勝がミュージックボム、この3チームに決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、このチーム上位の人たちは全員 B-boy だったということで、あのすごくあのかっこいいというか、とっても気合の入ったバトルが多かったなっていうふうに思いました。で最近からあのみんなもね、あの先輩たちというかお兄ちゃんお姉ちゃんたちのバトルもしっかり見て、なんかテクニックを盗むようになってきたと思うんだけど、そのお兄ちゃんたちのバトル見てどういうふうに思いました？あの1位になった人たちが超楽しそうに踊るから、 それをなんかメイたちもこのルーティンとかに使いたいなと思いました。もう本当に楽しそうにやってたよねもうあの終わった後 もう超楽しかったって言ってたから本当に楽しんでやったチームがあの優勝できてるか、すごく良かったなって思いました。アズはお兄ちゃんたちの見てどう思いました？その1位の人たちのキャラがちゃんと出てた。おアズなんか分析力がすごいね。そうだね、キャラクターがちゃんとあったね。キャラがなんか楽しいんだけどしっかり踊ってて、でもボケていたりとかねとっても見てて面白かったね。みんな元気いっぱいだし、はい、ねねちゃんはどう思いました？なんか絶対勝つぞっていう気持ちがいっぱい出てて、それで審査員もこの人たちがいいなと思って出したと思います。もう3人なんてお利口なんだろうはい、その通りだと思います。そうだね、バトルの最中やっぱり相手ととってもなんかバトルのやり取りも楽しんでいたし、絶対に勝つぞっていう気持ちもあったし、やっぱり楽しんでたからね、とっても見てる側もすごく気持ちよく見れたね。でこのお兄ちゃんたち、まあ、ベスト4からは全部がその B-boy チームが上に上がってきたということで、ブレイキンをやってる人たちはそのやっぱりバトルスタイルだから、やっぱりブレイキンはその立った瞬間からかっこよくなきゃいけないっていうなんか掟があるみたいで、で、まあ、ヒップホップとかロックのダンスは結構音楽がかかってからリズムに乗ってどんどん上げていくけど、もう B-boy はそのバトルが始まる前からバトルが始まっててなんかその登場してくる時からもうよっしゃってちょっと気持ちを背負わないとかっこ悪いっていう風に言われてるんだって、うん、その辺もちょっと真似していけたらいいですね。バトルの最中のやり取りとかで勉強になったことはありますか？なんか楽しんでやったら見てる側も超楽しいから、なんかワクワクしてくるっていうか、もうこの人たちのこのルーティンとかをもうなんか見てしまうっていうの、うん、もうハマってしまうっていうの、うんうん、だからそれが良かったです。うん、
隣見たらそこに集中してってからいろんなのが楽しかった。そうだね、はい、もうなんかみんなでもう絶対勝つぞっていう気持ちだったらもう勝てるなと思うかもしれないね。え、すごく良かったね。っていうかもう今回の MT バトル参加者もすごく多かったんだけど、15歳以下と20歳以下全部合わせて40チームが参加してくれて、で3人組だから合わせて120名の人たちが挑戦してくれて、その中であなたたちは2位になれたんだよ。すごいね。とってもすごかったと思います。はい、そういう大会が先週の日曜日ミュージックタウンの1階広場の方で開催されたわけですね。はい、そしてなんと今週も続けて MT バトルが開催されるということで、今週はもう6月に入っているのでソロバトルになりますね。ソロと 3on3 と交代交代やっていくので、まあ、明日なんですけど、またミュージックタウンの1階広場の方で今度はソロのダンスバトルが開催されます。もちろん3人ともエントリーをしているということなんですけど、ねねちゃんとアーズが10歳以下の部門にエントリーしていて、でなんとメイは前回4月大会で10歳以下の部門優勝したんだった、うん、うー拍手かっこいい。そうだからメイはもうチャンピオンになったということでファイナリスト入りしてるので、今回はちょっとレベルアップ、まだ8歳だけど15歳以下の部門にちょっとランクアップしての挑戦になりますね。また明日バトルイベントですけど、それに向けての気合いとかをちょっと教えてください。15歳以下は超大きい人がいるので、まあ勝てるかわからないし超不安だけど、全力で全力で思い切りやりたいと思います。はい、すごい頑張ってね、はい、しかも今回もたくさんのエントリーが集まってくれていて、明日の大会はさ全部で131人、うん、わーいっぱいだね、131人がエントリーしています。そして15歳部門では50人のメンバーたちが、50人ってすごいね。50人。そう、50人の中から予選通過できるのは16人だけということで、結構ね頑張ってやらなきゃって感じなんだけど、まあ選んでもらえるように頑張ってね。はい。そしてアーズとねねちゃんは10歳以下の部門に出るわけですけど、10歳以下の部門は全部で35名エントリーがあります。その中から半分の人が予選受かるっていう感じなので、頑張ってね。じゃあ気合いの一言とかあったら教えてください。まだソロで賞取ったことないから全力で踊って賞取りたい。はい、ねねちゃんも。モアとかもとっても強いから、グルーブとかをいっぱい入れたら勝てると思います。はい、頑張ってね。そうだね、2人ともソロではまだこれから賞を取っていくって感じだから、せっかくこのビートバスターズでいい流れを掴んでると思うので、そのままその流れに乗っていい部分をたくさん出して審査員に見極めてもらえるように頑張ってね、はい、で今回の審査員の人たちは結構厳しく見る人たちで、なんか少しのごまかしとかでは通用しないから、本当に楽しんでやったり、しっかりテクニックを見せつけると、おーってちょっと、あ、この子なかなかやるなって見抜いてくれると思います。だけど3人の特徴はやっぱり小さな体だから、やっぱりそのさっきみんなが言ってた大きい人たちに負けないぐらいのパワーを出して頑張ってくださいね。はい、その大会が明日日曜日ミュージックタウンの1階広場の方でお昼の12時からスタートです。そして人数が131名とだいぶたくさん出てくれるので、だいたい7時ぐらいまで開催されます。7時間やるってすごいね。でエントリーの人たちは、まあ、11時集合で、私たちスタッフメンバーとかスクール生は10時から集合ということで1日長くなりますけど、まあ1日中ミュージックタウンで誰か子どもたちがダンスパフォーマンスしてるっていう感じなんで、お近くに住んでいる方とかちょっと沖縄市に遊びに行くよっていう方はぜひ
明日の日曜日お昼の12時からミュージックタウンの1階広場で無料でこれ見れますので、子どもたちのダンスバトルぜひ応援しに来てもらいたいと思います。そんな感じですね。もう3人とも先週もバトル、今週もバトルって感じで、バトル尽くしって感じですけど、この自分の持ってるパワーを出し切れるように頑張ってくださいね。はい、はい、ではちょっとここで1曲また紹介したいと思いますので聞いてください。そうですね、まあ、紹介というか、今ヒーハーのメンバーたちが一生懸命チームダンスを頑張ってるんですけど、ちょっとその曲かけたいと思いますので聞いてください。どうぞ。やっほー聞こえるのかな。じゃあ3人にもっと質問していこうかな。やっほーなんか急に質問されても、まあ大丈夫か、みんなお話し上手だから何聞こうかな。で、次そうにします。あ、もう今度メイは賞取れた時はアイオって言うでしょ。この会場の皆さんに、それ聞いてもいい？愛を
はい、お届けしている番組はあけみのワッツアップレディオです。引き続き今日のスタジオゲストビートバスターズのメンバーたちと一緒にラジオ放送していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はせっかくこの3人が来てくれてるということなので、もっといろいろ一人一人に聞いていきたいと思うんですけど、そうだな、じゃあさっきはちょっと自撮りにハマってるということを聞いたんだけど、あとアーズとねねちゃんのハマってることも聞いてみたいなと思うんだけど、なんか趣味で集めてるものがあるよとか、こんな遊びが好きとか、あ、じゃあねねちゃんあるっぽいんで、どんなのがちょっと最近楽しいですか？あの人形を今いっぱいあるから、それを寝かしたりとかしています。人形ってどんなお人形ですか？大きいのとかちっちゃいのとか。あ、いろいろあるんだ。じゃあ一番のお気に入りのやつは？すみっこ暮らしの白熊。あ、すみっこ暮らしっていうやつがあるんだね。わかるよ、あのハンカチで前見してくれたやつじゃない、誰かが。わかるよ、あのハムスターとか白熊とか。モア？モアだったかな。モアさ、筆箱も持ってるよね。なんかこの中でどれが可愛いって言われて、これってなんか指さしたのを覚えてるんだけど、すみっこ暮らしのキャラクターの中の何だった？白熊。白熊が好きでお気に入りなんだね。じゃあ寝かしたりとか、うん、じゃあお人形ぬいぐるみたくさん持ってるんだ。何個ぐらい持ってんの？いっぱい。いっぱい？20個ぐらいあるかな。10は越してないはず。10ぐらい、だいたい。じゃあたくさん持ってて、ねえ、かわいいね。やっぱり普通の7歳ですね。ねえ、本当にダンスのこと聞いたらすごくしっかり喋ったり、ダンスもノリノリで踊れるんだけど、趣味はお人形で寝かしたりして遊ぶことということですね。あずはなんか最近ハマってるのありますか？絵描くこと。絵描くこと、あ、前からよく言うよね。どんな絵を描くんですか、いつも？なんか、うさぎとか描いたです。うさぎ描くの？超可愛いんだけど。うさぎがじゃあ得意なんだ。あ、そういえば前ネイルも好きって言ってなかったっけ？うん、ネイルも好きだね。じゃあやっぱ女の子だね、お絵描きしたりネイルしたり。普通の8歳です。はい、そしてじゃあメイはさっき、ちょ、メイはちょっとませてるんだよな。ねねちゃんはお人形遊び、アズは絵描くことが好きで、メイは自撮りすることって。ちょっとメイだけおかしいな。ちょっと一人だけ変な子が混ざってますけど。メイはじゃあ自撮りすること以外にハマってることありますか？自撮りすることに、自撮り、何がハマってるかな。あの学校の休み時間で鉄棒、あ、鉄棒が、うん、好きっていうか、そうなんだ。今わざと小学生っぽいこと言ってるんじゃないの？そうそうって。じゃあとりあえずじゃあ休み時間鉄棒するのがちょっと楽しいんだね、うん、はい、そんな感じらしいですけど、3人、まあよくメイとは恋バナとかもするんだけど、8歳で恋バナってそれもウケるんですけど、そのねねちゃんとかアズとかは恋とかもしてますか？かわいいな、目合わせてうみたいな感じで見つめ合ってるけど、ちょっとしてる。かわいいな。
な恥ずかしいって感じですかね。メイのお話ちょっと面白いんで聞かせてほしいんだけど、あの席替えの話。メイは好きな人がいて、好きな人とパートナーになるってなった時に、なんか言葉ではあいつと嫌だとか言ってたけど、心の中ではよっしゃって言ってた。ウケる、もうツンデレだね。席替えする時にたまたま好きな人と隣同士の席になることになって、本当は心の中ですごくよっしゃーって嬉しく思ってるくせに、はぁ、なんでこいつとだわけみたいな言ってたんでしょ。もうすごく可愛いんだけど。で、そしてその人にしょっちゅうなんか好きな人誰って聞かれてたんでしょ、うん、で、なんて答えてたの、うん、あ、なんか、教えないって言ってた。教えないって言って、でもしつこく何号車の人とかって聞いてたんでしょ、うん、そして2号車だよって答えて、うん、いいね。で、うん、まあそんな感じ、うん、これ以上はちょっと秘密って感じ。ねえ、いいね、こうやって恋話して、しかもメンバー同士で話し合ったりとかしてるんだよね。面白いです。ちょっとメイはませてるんだよな。まあ年上のメンバーといつも一緒にいるからそれもあるとは思うんだけど、メイは結構面白いタイプの人ですね。そしてじゃあさっきね、あのメイたちのチームはあのダンススクールにお泊まりとかして、で泊まるというか合宿をしてるんだよね今、うん、たまに空いてる日があったら、その何日間も泊まって合宿っていうわけじゃなくて、一泊の短期集中合宿っていうのをやってて、ぶっ続けで6時間ぐらい練習したり、今日も朝早くから起きて、起きて目覚めて30分でもう練習開始したもんね、うん、今日の起こし方はどうでしたか？超なんか先生が走り回ってから、あ、ヒーハー起きてとか言ってから。すごい起きれた、よかった。もうケイ先生朝起きた瞬間から元気な人だからさ。よしって7時半ぐらいに起きようって決めてたから、でもちょっと早く目覚めちゃって7時ぐらいから起きてたわけで、みんな結構ものすごいいびきかいてたよ。ヒアのメンバー疲れてたんだはずね。その前日もすごいいっぱい練習してたから寝言も言ってたし、なんか誰かな、あれはコアかサーフだと思うんだけど、すごくとか言ってた。言葉じゃないけどなんかうなされてた。でいびきはすごく3人ぐらいから聞こえてたよ。なんか最初はみんなすやすや寝てたんだけど、だんだん口開いてきて、なんかもう普通にガーガーいびきかいて寝てました。でよし、どうやって起こそうかなって、まあ眠る時もみんななかなか寝つけないみたいだったから、もう子守歌かけようねって言って、ちょっと R&B のゆっくりな曲かけたら、みんなすぐすやすや眠ってくれて、起こす時もよし、これは音楽だなと思って、いきなりちょっと大きめの音楽でさっきかけたヒーハーの曲かけ始めて、そしたらみんな結構すぐうんってあれみたいな感じで寝ぼけながら起きてきて、でしかもあきる先生が走り回りながら、はい、ヒーハー起きてー、朝だよー、ヒーハー朝だよー、起きてーって感じでね。そんな感じでちょっと起こしまくって、みんなすぐ起きてくれたからよかったです。で起きてお布団片付けてパン食べて、で起きて30分ぐらいでもうシューズ履いて練習始めましたね、うん、すごくいい練習してたと思います。ヒーハーのメンバー今度賞を取った時にどんなコメントするか言ってたけど、なんてコメントするんですか？なんか超丁寧に、なんか今日は会場の皆さんに愛を伝えに来ましたってから、なんかもう超丁寧に言うみたいなことです。今日は会場のみんなに愛を届けに来ましたって言うんでしょ。まあわかんないけど、まあ表彰台に上がるのはもう必ずって頭に入れてやるって感じだね。
今日もすごく長い練習やってたけど、まあ、この後もまたお昼から練習再開ということで頑張ってね。すごく今年はヒーハー力を入れて練習しているけど、まあ、目標にしている大会があるということで、そこでちょっと目標を叶えられるように頑張ってくださいね。はい。そして今アズとねねちゃんが普段所属しているチームフォルムも今やっと新しい曲に入ったということで、だいぶちょっと難しい曲に挑戦しているけど、最近は練習はどんな感じですか？リーダーが引っ張ってくれてる。ちゃんとやってとか集めてくれてるからできてる。そうだね、難しいところも諦めずに何回も挑戦してるって感じだね。ねねちゃんは最近練習はどんな感じですか？早い歌なので、なんかアップダウンとかがなんかめちゃくちゃになるから、それをリーダーが細かく見てるから、これはダメだよって言ってくれるから、いっぱい前に進んでいます。ねねちゃんコメント上手だねそう、しかもフォルムのメンバーのリーダー今日ひなのはラジオ出てないけど、とってもしっかり者で、ダメなところはダメストップって言ってからやり直しって何回もやるもんね。すごく頼もしいですこんなに同年代のメンバーを叱ってくれてすごく頼もしいです。じゃあフォルムも今新しい曲に入ってるので、まあ、早く仕上げて夏のダンスショーぐらいで披露できるように頑張ってくださいね。はい、じゃあそうだな、今週ももうそろそろ終わりの時間に近づいてきているので早いね。そうだな、イベントのお知らせをもう一度したいと思います。みんなでイベントのお知らせできるかな。明日のミュージックタウンの情報をちょっとよろしくお願いします。明日ミュージックタウンの1階広場で12時から、ソロバトルが開催します だから皆さんも応援しに来てください。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、上手でした。明日ミュージックタウンの1階広場の方でお昼の12時から MT バトルのソロバトル開催されますので、ぜひあるから応援に来てくださいということだねはい、この3人もね、今日ラジオ出てくれたプリティな3人も踊ってくれますので、まあ、踊る時にはね、今日みたいな可愛い感じじゃなくて結構変身した姿でがっつり踊ってくれるので、またどこまでいけるかすごく楽しみです。活躍できるように頑張ってね。はい、はい、では、じゃあ今日喋ってみた感想を聞いてみたいと思います。どうでした今日？なんか3on3 でなんかこのいいところとかなんかあんまり良くなかったところっていうか、なんかいっぱい盗みたいところみたいな、そんな感じで話したので、なんか自分たちもいっぱいなんか分かったから、とても楽しかったです。はい、すごくおしゃべり上手でした、はい、この3人でラジオ出たのは初めてだったので楽しかったです。すごくみんなコメント上手だね。7歳8歳とは思えないぐらいとってもお利口さんです。はい、3on3 でビートバスターズは準優勝で、先生にいっぱい褒められたので、嬉しかったですね。褒めすぎぐらい褒めたもんね当日もよく頑張ったねってとっても言われたからね、とっても嬉しかったね。で、上等盾ももらってスクールに持って帰ってきてくれてからすごく嬉しかったですね。こんな感じで頑張ってくれたら、またみんなビートバスターズみたいに頑張りたいって目標にもなるし、いいお手本だったと思います。そして今週の日曜日はソロだからね、一人での戦いになるから、またそこも気持ちを強く持ってたくさんアピールできるように頑張ってね。はい、はい、じゃあそれでは今週も体験クラスもやっていますので軽くお知らせします。私がやっている What's Up あけみダンススクールは沖縄市のパークアベニューにあります。パークアベニューにチャーリータコスがあって、そのチャーリータコスの裏側
アベニューの共同駐車場の事務所2階がキッズ専門のヒップホップダンススクールワッツアップあけみダンススクールです。毎週土曜日、今日も土曜日なので、毎週土曜日は無料で体験できる体験クラスを開いています。3時からがキッズクラス、そして4時半からが中学生高校生のお姉さんたちのクラスです。今日ゲストで来てくれているビートバスターズのメンバーたちもみんなこの3時の体験クラスから始まったメンバーたちですね。メイなんかはすごくよく覚えてるけど、3歳の時に通い始めてなかなか慣れなくて3ヶ月ぐらいずっと体験してたっていうのをすごく覚えていますね。そんなメイも今ではちょっと優勝できちゃうぐらい上手になったっていうことで、はい、体験クラス、ちびっこさんたち3歳4歳5歳の子はメイみたいに慣れてくるまでは何回でも体験できますので、ぜひダンススクールに来てもらいたいと思います。はい、これがお知らせでした。じゃあもう3人に感想とかも聞いたの で明日の意気込みも聞いたので、何聞いていこうかな。あと最後ちょっとだけ時間残ってるんだけど、久しぶりにお母さんたちへの気持ち聞こうかな。はい、はい、いつもお母さんたち応援してくれてるので、じゃあ感謝の気持ち返してください、どうぞ。いつもイベントの時に髪の毛をやったり送り迎えしてくれたりしてくれてありがとうございます。明日もよろしくお願いします。はい、いつも送り迎えとか髪の毛とか長い時間見てくれたりとかしてくれてありがとうございます。いつも、洋服とか準備したり、送り迎えとか応援とかをしてもらってるので、明日もお願いします。はい、もう感動して泣くよこれ。ね、でもお母さんたちもものすごく応援の気持ちで見ているから、ね、みんなのことすごく頑張れって思ってるはずだからね、こうやって自分たちがステージとか人の前で踊るときにパワーを全部出せるように頑張っていこうね。はい、はい、というわけで、じゃあ今週のワッツアップレイディオゲストで来てくれたのは7歳と8歳の3人組ビートバスターズのメンバーたちと一緒にお送りしました。みんなありがとう、楽しかった？うん、楽しかった。また機会があったらこの3人で遊びに来てくださいね。はい、はい、ということで今週もラジオを締めていきたいと思います。トークしてくれたのはビートバスターズと私 MC のワッツアップあけみでした。また来週も聞いてね。バイバーイ。バイバーイ。